静岡の今を深掘りするインサイト、金曜日は SNS です。こちらはこの1週間ヤフーニュースに静岡県内のニュースに関連するツイートで出現頻度の高い言葉を集めたものです。今週は一つの出来事に大きな関心が集まりました。抽出しますとこうなります。住民城北公園出店断念という言葉が大きく表示されています。スターバックスが静岡市の城北公園への出店を断念したというニュースです。静岡市は民間企業と連携して城北公園にスターバックスの設置を計画していましたが、市民参画の手続きをせずに計画を進めていると一部の地元住民が反発。そこでスターバックスは今週火曜日、店が地域や周辺住民をつなぐ場としての役割を果たせないなどとして出店の断念を発表しました。そして SNS でも様々な声が聞かれました。スタバ断念か、なんでという声もありますし、地元住民に賛成、経済効果も大して変わらないという声もありました。まさに賛否両論となっています。この騒動を受けてこんな行動に出た人もいます。城北公園でスタバが飲みたかったなっていう気持ちが一番強くて、静岡大学4年生の土屋博人さん21歳です。スタバ出店を求めるオンラインでの署名活動を始めました。お、200人いきました。このたった3日間で200人もの方に賛同していただけてるのはすごい嬉しいのと励みになります。日頃から城北公園を使うという土屋さん、出店反対運動が起きていることは SNS のニュースで知りました。声の大きい人ばかりが注目されることに違和感を感じたといいます。サイレントマジョリティみたいな人たちの意見って今まで拾われてなかったし、ネットで社会を変えるためにこの企画を始めさせていただきました。一方で反対派の人たちもですね、一緒に公演を多分よくしたいという気持ちは一緒だと思うので、どういった形がいいのかっていうところを議論できたりとか、オンライン署名が機能してくれたらいいなと思ってます。それでは反対運動を起こした住民はスタバ出店断念をどう受け止めているんでしょうか。半分残念ですね。カフェがあってそんなところで休むのもいいんじゃないかなっていう人が結構いらした。で、私たちが立ち上がったためにスターバックスがなくなった、つまり私たちは悪者だみたいな、そういうふうなご意見もいただくことがあるんだけども、そこら辺は非常に残念で、早急にね結論出すんじゃなくて、やっぱりそういうものを全部加味して我々と一緒になってね考えて。そして松浦さんたちは市からきちんとした説明がなく計画が進んだことがこのような事態を招いたと話しています。 SNS でもこんな意見も目立ちました。進め方に問題があった感じじゃないか、また静岡市のまちづくりはこれ以外にも入札不調などいくつも頓挫しているという声もありました。そこでライブ静岡ではこの人にも直撃してみました。私のところには城北公園ぜひねスターバックス呼んでほしいっていう声の方が、反対する声よりも圧倒的に多いです。しかしやれたこともあるんじゃないかなと、そういう声も上がっていたんですが、ありますね。私は粘って粘ってスターバックスさんね、ぜひ来てほしいということを言い続けたいと思います。はい、どうやらこのスタバ騒動まだまだ尾を引きそうです。